宝生寺は、神奈川県横浜市南区にある高野山真言宗の仏教寺院である、清流山法混合院と合する。多数の古文書や仏画を所蔵しており、横浜の地名が出てくる、最も古い過吉2年の文書が残されている。大日如来座像。慶長6年に各恩寺達中から移されたとされる。上安年間に、 佐都清志が早々したと伝えられる。室町時代から発展し、江戸時代には、近隣52カジの末寺を支配する本山として認められ、環状堂、客殿、三門、長屋門、首郎、共蔵弁天堂、宝教院等などが建立された。明治7年本山の核を、松吉院に移してから次第に衰退して、多くの建物を失い、現在に至る。 本堂は元環状堂で遠方8年建立。寄せ胸作りの河原武器だが、もともと赤屋武器であった。本堂と陰神宗が横浜市指定文化財に指定されている。神奈川県横浜市南区堀之内町一の68、ABCDE 新編武蔵フード機構、堀之内村、市川岸、昼間半数連初期新城。 神奈川県立歴史博物館1997ピアニッシも36から3765ありがとうございます。